はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今回の動画は私が7月下旬頃から始めた DMM ゲームスのみなしごの仕事が、先日ですねアプリ版を配信したということもあり、初心者さんがね、多くプレイされるということであろうと思いまして、まだ初心者の部類のね私ですが、復習も兼ねて紹介していこうと思います。お帰りなさい、クロ君。手早く済ませるぜ。いわゆる単性バトルですね、ストーリークエストはですね、エキスパートまではオートで大丈夫です。行き詰まったら SSR 武器などですね取りに行ってみるといいかもしれません。パーティー編成もね自動編成で大丈夫だと思います。ちなみにリタイアしても AP は減らないので、難しそうなクエストでもチャレンジはできます。ストーリーを進めるとレイドバトルが解放されますが、レイドバトルは BP は減ります。あなたを倒すわサッバビッチ。個人的には9月16日から27日まで開催されているコラボイベントですね、そちらのキャラを取りに行く方が賢明だと思ってるんですが、まあ、あくまで工場キャラでの話を進めていきます。性能については時間の関係で割愛します。まず大当たりのキャラクターは大黒天魔王、これですね、これは本当に誰が聞いても大当たりと言われるキャラクターです。次に先進で大当たりはメギドですね。召喚すると武器使用回数が1回復します。続いて武器での当たりはナポレオン・ボナパルトです。武器なのにキャラクターとはこれいかにですが、理由は簡単です。ホーム画面からクエストを選択し、外伝から武器の書を選択、 SSR 武器の中からナポレオンを選んでクエスト開始です。私はナポレオンの武器を集めたので、この通り、これ以上集めても新たに武器は作れません。改めてリセマラの当たりの紹介ですが、3つ揃うよりもどれか1つが当たればいいので、工場キャラなのでですね、割とガチャで出やすいと思いますので、焦らず、プレイしていきましょう。園の子たちはみんないい子にしてましたよ。普段は何をすればいいかというと、このパネルミッションですね。パネルミッションを、とりあえず、初級の方からね、初心者からクリアしていきましょう。これが結構ね使える、素材とかもありますんでね、クリアしていきましょう。そしてミッションですね。今日のミッションを確認しに来たんですか？ミッドウェイがちゃんと、紹介してくれるのでね、デイリーミッションをこなしつつウィークリーミッションですか。結構ありますね。ですね。で、正常ミッションはこちらです。ノーマルですね。イベントやら勲章やらいろいろありますので、とりあえずはデイリーをねクリアしていきましょう。そしてまあクエストで、修練場ですね。修練場のクエスト、こちらの方ですね。ゴールド、みなしご、武器、先進ですね。各2回ずつクリアできるので、これを毎日やっておきましょう。あとですね、ストーリーが解放されるにつれてこの遠征が、できるようになっていくので、これでね、遠征出した、キャラクターが経験値が溜まっていくので、まあ早く育てたいユニットとかですね、キャラクターを持っていくといいと思います。ちなみにね、編成に入ってるキャラクターでも大丈夫なので、この遠征は気にせず、誰を、早く上げたいキャラクターに、
持って行ってもいいと思います。あとですね、まあアイテムが必要なんですが、そうですね、異物回収はなかなかちょっとやりにくいんですけどね、こういうチケットが必要になってくるんでなかなかできないんですけども、うん、というか私もやったことないので説明のしようがないんですけども、こちらですね、異物継承クエスト、こっちはねアイテムがあればまあちょっと画面を見せた方がいいかな、SSR はないので SR でいきます。そしたらこれですね、びっくりマークがついてるのは全部 SSR なので、SR の、ユニットだけ、キャラクターだけですねもらえます。こちらがもらえます、ピースがねもらえます。まあ、もったいないでやんないですけどね。それでチャレンジの方も、クリアしていけばいいと思います。まあこれは実力、自分のね実力を試すという意味合いでもありますし、そしてこう交換所もありますんで、交換所でね、変えていけばいいと思います。ですね、どれが良かったっけかな。そうですね、あ、この奴隷さらしですね、奴隷さらしシリーズ、が良かったと思います。属性別にあるんで、6つあるんでね、属性別で、自分が持っている、ユニット、キャラクターで選んでいいと思います。まずは奴隷さらしですかね。そんなところですかね。まあ毎日頑張るのはそれと、あとこのダンジョンですね。このダンジョンはデイリークエストでもあるので、ノーマルクエストか、ノーマルクエストの方でもあるのでね、きちんとこれクリアしていきましょう。そうすると交換所でもうね、大体こう売り切れにしちゃってる、交換済んじゃってるのもありますけど、こういう風にして、アイテム本当のねとね、交換できますので、こちらの方も交換してもらえればと思います。まあストーリーに関してもね、ストーリーをクリアしていくと、金銀銅、銀には見えないけどね、こちらのメダルがもらえていくので、それを各々のね、対応したものを、取っていけばいいと思います。いろいろね、あるので、あとね、キャラクターとかね、ストーリー上のキャラクターとかはこういう風に毎月取れていくので、これに関してはよほどね慌てる、強い SSR が来ない場合以外は慌てる必要はまだないのかなと思います。で、育ちきったね SSR とかはですね、おっと、育ちきった、あ、ショップか、はアイテムでですね、ピースで、こういう風にして、売ることができますので、例えばこうですね、売却すると、まあ、1枚 R なので1枚売れます。で、その交換したやつは交換所で、メダルですね、メダルでユニコーンメダルになるので、こちらの方のねピースと、金のムクのピースと、銀のムクのピース、いろいろありますので、先進用のね金の、シモンピースですね、こっちも、交換していけば SSR も割と余裕で
いけるんじゃないかなと思います。ガチャもね、ほんとかぶっても、育ちきった、キャラクターが来てもね、そうがっかりすることもないので、こういう風にしてね、再利用できるので、他のキャラクターにもね、育つ要因になりますので、頑張ってやっていきましょう。で、アルコーン、こっちは武器ですね。武器を売ればこのメダルがやってくるので、こっちの方もね、必要なものを交換していけばいいと思います。武器の方はこれですね。武器の方はですね、こういう風になってます。これを売ればいいんですけども、これはですね、裏技があってですね、やっちゃおう。これはね、もう聞いた話なんで何とも言えないですけど、こう進化します。最大進化します、そしてショップですね。でショップでアイテム売る、武器なので、ちょっとねフィルターにかけて N 武器を、で一番最後だったので、これだ、これですね。これが250になります。普通にねアップしてないやつは、鍛えてないやつは1なんですけど250になりますんで、これを、売っていけば、これがここのね、こう増えていきますんで、N に関して言えば、どんどん余っていくので、その N を育てる素材もですね、余っていくのでね、どんどん、やっていけばいいんじゃないかなと。こう進化をね、これですね、これは進化をして売っていけばいいんじゃないかなと思います。あとはそうですね、本当におかえりなさい、クロ君。レイドはこの BP っていうのに対応してますんで、この BP を見ながら、挑戦してみてください。あとですね、いろいろね、階級っていうか難易度がありますけども、自分が倒せる難易度じゃなくて、こういうのは入っていくのは全然高いレベルでも構わないと思うんで、じゃんじゃん入っていってもらって構わないと思います。20人の枠があるのでね、自分が強くなるためなんでやっていけばいいと思います。ちなみに自分で出す場合はやはりね、倒せるところでやっておかないと、ちょっと不便かなっていう気はします。出したのにね、自分で出したのに倒せないっていうのはね、やっぱりどうかなと個人的には思います。おかえりなさい、クロ君。あとはイベント等々で頑張っていって、今のイベントで、エキスパートまで出てるんですけども、こうね、回数宣言があったりするのもあるんで、ここもしっかりとクリアしていってもらう。ここ今日してないですね。今日してないんで後でやっておきます。あとね、岡田さんが、シナリオライターのね、岡田さんがね、ここですね、 EX のここ202、ここはね、ものすごくいいらしいので、鬼周回してくださいということです。イベント中は鬼回収、周回しましょう。鬼周回ですね。で、おかえりなさい、クロ君。ストーリーに関しては、本当にエキスパートまではちゃんと、ほぼ詰まることなくいけるんじゃないかなと思ってます。
ただエキスパートが終わるとエキスパートプラスというものがね出てきます。そうすると、あーちょっとあれか、ですね、本当はですね見せたいんですけど、これもね、あの回数制限があって2回ですね、毎日2回やるようになっています。でなぜかというと、ピースがね、SSR のピースが手に入る可能性があるので、これもねきちんと、クリアしていけばいいと思います。この亡国のフランス、フランフラーは言いにくいなは、ここのエリアだけでは一つ、しか、一つじゃないな、1回2回っていうか1回2回もしくは1回2回という感じで、どれもどれ全部で2回です。全部で2回です。こちらのオーブの方、奴隷都市オーブの方も全部でどちらか全部で2回です。どっちかでもいいですし、両方やってもいいですし、片方、持ってる SSR を狙って育てるために、どっちかで2回でもいいと思います。あとは攻略サイト等々を見てもらえれば分かるかなとは思うんですけども、まあ気づいた点がありましたら私の方でも、動画なり、ツイッターなりで、紹介できればなと思っております。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。